夕日めっちゃ綺麗。雨降ってきた。うん。でなんかね、お風呂は8時まで空いてるみたいなんで、はい、8時までに戻ってきてね。ほっこりと。どうしよう、バス釣り行く？遅い。あ、やばな、ちょっとこれ軽すぎるわ。うせやん、うせやん。え、やばやばえ、一投目やばすごいでしょ。嬉しかったやろ。一投目あんまりなくねんって言ってたけど、あ、そうなんだ。やったよかったな。そうありがとう、バイバイ。すごい、写真も撮っていい？さっき釣れたのがマスク 5G のちっちゃい、なんかちっちゃいバイブやってんけど、それがついたやつをちょっと託して、私はねこのユキのベイトを借りてちょっと大きめのバイブ。来た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 。ちょっとそうスポットしていい？もうスポット行きますよ。はい。サイズアップサイズアップ。よいしょ、めっちゃ綺麗。写真撮ろう。やったやったやった。ナイス。天気がめっちゃ嬉しいねんけどな、冬のバス嬉しいね。うん、よし、イエーイ、ナイス。ちょ、あ、コーヒーもあるのか。でもモンスターにしたけど、あ、モンスターしよう。エナジーをチャージしよう。もう出ていく。すごいすごい、フォートナイトしてる。999乾杯。寒うて寒うて乾杯。和歌山にバス用のタックルを持ってきてなくて、メバリングロッドで 2.5 ポンドのラインで、ほんまはメバル釣りに来てんけどな、もう海なんか釣りできる状況じゃなかった。で周りがなんだあれ、投げさびきやってて、うちらずっとワームで頑張っててんけど、しまいにカメラ倒れるやん、割れるやん、もうとりあえず帰るやん。昨日マジメンタルちょっと持っていかれそうやったな、あれ。さすがにあれ地元の先輩からもらったカメラやってさ、やっちまった感すごかったな。
でもあれレンズがバキバキになってレンズがバキバキになってその見えへんくなってんけど、そのレンズを全部さ割ったったんよ。ほんなら使えるわ、まだレンズないけど。中身はね壊れてなかったんで多分まだ使えるはず。うちの地元にはさこんな野池とか全然ないんよ。あっても釣り禁止エリアばっかりで、いいよねこういうとこあると。しかも和歌山の人さみんな気さくなんよ、優しい。私昔将来和歌山に住もうって決めててんな、それぐらい好き。ちょっと最近もう沖縄行ってから沖縄にだだハマりやねんけど、真冬に雪と沖縄行ったろっかっていう話してるぐらい。めっちゃいいとこやった。食べて食べて、かぶりつけ、浮かして沈めて、浮かして沈めて、浮かして沈めて。これ渥美拓真がやってた技。噂の名前は知らぬ。ゆきちゃんどっか行っちゃった。ちょっとじゃあゴリゴリはしごもらおう。この木に隠れながら。アラーム鳴った瞬間マジで携帯ぶっ壊そうかと思ったけど、やっぱりこう山の中に来ると楽しくなってくるような。寒いからみんなちょっと深いとこにおんのかな。危ない、今あの木に引っかかるかと思った。てかなんかよく見たらあの木なんか引っかかってるな。なんだろうあれ、ワームみたいな2つ。あ、スピナベかな。あらら、なワームとかさ、ルアーってさ自然に帰ったらいいのにって思うねんな。あんなんさ一生ここにあんねやろ、ちょっと嫌やな。いずれさ土になったりさ土は言い過ぎなんかないずれ自然に帰って溶けたりさ爆発したりそしたらさ、いやさらになんかなんだ魚の養分とかになったりさ、よくないそれって。なんか魚が食ってラインが切れてルアーがそのままとかもさ、いずれそれが養分になるみたいな。なんか人間のエゴやけど、なんか心なしかさあかん気がしてきたあかん気がしてきた。ここに来てでも粘る、私は負けない、私も負けない。その角とかな、攻めた。あ、食った、あ、食った食った、やったぜやったぜやったぜ。見える、ほら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 、やったぜ、やばい。そして 2.5 ポンドの私のラインが、頑張れメバリングロット。ちょっと待って待って、どうしようどうしよう、どこであげよう。ちょっと待ってあんた、はい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 、落ち着いて、分かったから分かったからね、分かった分かった、そうだねそうだね、ちょっと安心して、私だからあげるよ。あ、抜けた、最悪にビビランドさ、あげたらよかったのかな。つらみ、ああ無情。バス釣りも終わった、お風呂に行ってまいるよ。うん、温まろう、寒すぎる多分ほんま3度とか今やばい、行ってまいる。おお、こっちでもいいけど、すげえすげえ、ほら良きね、良きね。今日の私のベッドはそこ、ここほら見て、こっちで見えんねん、うん、ほらほらすごいすごい。ゆきちゃんはこっち、
とお酒飲んだからもう寝る。明日に備えて。おやすみなさい。